スーパーマリオメーカー2の音符ブロックを使って演奏を作りましょう。最初にワールドの大きさを最大にします。中央の太い縦線から4マスごとに目印になるブロックを置きます。音遊びを選んだらシーンのマークをマリオに重ねます。設計図を見ながら音符ブロックを並べます。音符ブロックは長押しして色付きのものに変えます。敵またはアイテムを置いた後、同じ位置に雲を重ねます。最後にマリオが移動する床を設置します。今回使う床はこちらです。次は設計図を表示します。動画を止めながら作ってみてください。どうもこんにちは。本日の担当アンツです。今回は全身デイズこと全く身にならない日々を作ってみました。誰もが知ってる超人気ゲーム実況者ヒヨさん&レトルトさんによるデュエットソングになっています。この2人はニコニコ動画で活動していた頃から超仲良しで、コラボ実況はもちろん、全く身にならないラジオこと全身ラジオというラジオ動画を投稿してたりしているんです。二人のぶっ飛びっぷりにゲラゲラ笑っちゃうようなラジオになっていますので、知らない方もぜひ一度聞いてみてください。さて今回のカエルについてなのですが、実はこの曲のリクエストをいただいた時めちゃめちゃ頭を抱えたんです。というのもマリオメーカーの演奏コースで再現できる曲の再生速度っていうのは主にこの4種類なのですが、今回の全身デイズの曲の速さは BPM170、150にすると遅すぎるし、200にすると早すぎるという微妙に困っちゃう速度だったんです。そこに神様が降臨したのですよ。マリオメーカー演奏神ことピノ大先生、ピノさんに新しい演奏方法メットコーラ演奏を教えていただきました。作り方を公開しても OK とのことでしたので、皆さんにもお教えしますね。はい、マリオメーカーのコース作成画面に移ってきました。それではまず最初にスタートから右に数えて4マス目のところに音符ブロックを置きます。次に音符ブロックの右斜め上のところに雲を置きます。次に音符ブロックが数えて左2マス上3マスのところに硬いブロックを置きます。硬いブロックを置いたらその真上にキラー大砲を乗せます。次にメットを呼び出して長押しして甲羅状態のものに変更し、それをキラー大砲の上にかぶせます。次硬いブロックを音符ブロックから上4マスのところに設置します。ここまで完成したら扉を用意して片方を雲の真上に設置します。もう片方の扉は大砲が画面外で映らなくなる一番上に設置します。スタート位置もそれに合わせて一番上に伸ばしましょう。最後に甲羅が通る床を設置すれば完成です。実際に遊んでみましょう。マリオが雲の真上で立つようにしてあげれば、あとは自動でメットの上に乗って床の上を滑るようになります。この時の曲の速さが1マスイコール16音符の時だと
BPM80 くらい、1マスイコール8分音符だと BPM160 くらいになります。ちなみに普通の床の部分をベルトコンベアに変更するとさらに速いスピードで曲を演奏することができますよ。というわけでメットコーラ演奏の作り方でした。もっと原曲に BPM を近づけたいという方や、もっと小節積むギュッと詰め込みたいという方、ぜひこの演奏方法を試してみてくださいね。それでは長くなりましたが今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。いい音チャンネルでは土曜日曜の夜20時に動画を一斉投稿しています。チャンネル登録はこちらから。リクエストをしたい人は歌手名、曲名、それからマイクラ、フォートナイト、マリオメーカーのどのゲームで作ってほしいかも書いてコメントしてください。本日の担当は時熱あずでした。またね。